選手はね、じっとしてでもなんかこの辺動かしたりね、絶対なんかね、乗ってますよね、落ち着きがないんですよね、多分多動性の子たちばっかりが大人になると思います。それはまあそうですね、はい、それはもう間違いない。少年時代はどんな子供なの？まさにあの多動性の授業中も徘徊しちゃうような。徘徊しちゃうような、はいはい、かけっことか早かったんですか？かけっこはそんなに早くないですね、まあ、人よりはちょっと早いぐらいです。あ、でもあの真冬でもランニングと短パンで過ごす。あ、いましたね、そういう子供。いたでしょ、そういうちょっと痛々しい子供。はい、そうです、いました、いました、はい、そういう、その結果こういう大人になりました。今でも進行してる、打たれ強くなりました。打たれても打たれても、はい、そうです。今日は変わらずね、もうまだもミッドナイト成功してました。成功してました、頑張りました、頑張りました若い子相手にね、本当に男42歳後役、はい、まだまだ頑張ります。今回も若い子いますね。そうですね、若い子しかいないですからね、かね、相手はね、対戦相手はね、僕の、はい、頑張るしかないんで、テクニックと、そうです、テクニックとからがないですよね、テクニックだけですよね、テクニックと、テクニックと顔、テクニックと顔、顔でね、無理やり取ってつけたから、あとべしゃりで、べしゃりでね、べしゃりで頑張りますよ、ツッコミするようにね、喋りで相手をね、殺しといて、とりあえず。控え室でも喋り続けて、相手の集中力を削いでね、はい、なんとか頑張りたいと思います。